はい、じゃあ今日は知念くんのレベル3のストーリー見ていきたいと思います。いやもうこれ絶対ホラーの話だもん私にはわかる。なんか夜中の廊下って雰囲気あるよな。向井さん怖いんですか腹立つわマジで。そんなわけねえだろ。向井はあれか、普通に苦手なのか。大きな声出すと近所迷惑ですよ。もう夜中なんですから。なんでよりにもよってこの体勢のある人しか周りにいないの。な、すまん。でもこの3人が廊下でばったり会うとはな。あ、ばったり、あ、たまたま会っただけね。まったくだぜ。誰もいないと思ったら急にお前たちが現れて驚いたのなんだいやまあ確かに誰もいない廊下でいきなり人に出会ったら死ぬほどびっくりするけど。やっぱビビってんじゃん。いやいや、そりゃびっくりはするよな。ビビってるとかそういうことじゃなくて。ビビってねえ。ビビってるとかそういうことじゃなくて、びっくりは誰でもすると思うけど。全員喉が渇いてジュースを買いに行って目的まで一緒でしたしね。奇遇というかなんというか。そうなんだ、目的まで全部揃ってたんだもしかして何かに導かれたのかもしれませんね。いやなんか日吉何かにつけてそれ言いそうだわ。な、何かって。さあその顔、絶対怖がらせようとしてるだろ。クソクソクソガクトのクソクソいただきましたよ。あ、向井さん、あ、一人で行っちゃったの。てか知念くんの話なのに知念くん出てこないんだけど。薄暗い中走るのは危ないですよ。うるせえ、さっさと買ってさっさと部屋に戻ってやる。真っ当な注意受けたな。うん、じゃあ出たもうこんなんばっかりや知念くん。あ、出た。ひよし、イブ、逃げるぞ。いや、知念くんだよ、よく見て。ちょっと、落ち着いてください、向井さん。めちゃくちゃ冷静だね、君は。よく見てください、知念さんですよめっちゃ冷静なんだけど、この二人。え？で、マジじゃねえか。なんでお前がこんなとこにいるんだよ。でもガクトと知念くんで同い年か言われたら見えねえ。驚かせてごめんね。喉が渇いてチャーガーを買いに行こうとしてたさキャワだね今日も知念くん。いや俺の方こそ怒鳴って悪い。そうだね、偉いね、ガクト偉いね。すみません、ちょっと怖い話でもないような話をしてたとこだった。そうだから知念くんが怖いとかじゃなくて急に現れたからね。あ、知念くんじゃなくても多分同じように驚かれてたと思うから。へえ、いいね。ワンも階段は好きさ。いや好きそうね。ああ、そういえばそうでしたね。うん、なんかイブくんと知念くんの話あったもんね、怖い映画見るみたいな。たくさん怖いの知ってるよ、よかったら教えてあげるさ。いや普通に聞きたい私は。え、本当ですか、ぜひお願いします。いや、え、これもしかして4人で話す感じ。あ、いや絶対そうだ、わ楽しそう。はい、知念くんのレベル3第2話見ていきたいと思います。絶対前回の続きだこれ、怖い話するんだ。階段ね、すいませんが俺は早く部屋に戻って寝たいんで。嘘でしょそうだぜ、俺も今日は疲れてて。嘘だろ、日吉だけ聞きたいの。なあ、もちろん向井さんはいいですよ。怖いもんね。え、しゃあないよね、怖い人ね。そんな怖がる人をね無理やり連れていくわけにもいかないからね。うん、怖いのが苦手なら無理しなくていいさ。優しい。無理なんかじゃねえし、全然余裕で聞いてやるしなんでそう言っちゃうのかな。本当か本人がこう言ってるんです、大丈夫でしょ
マジで性格悪いなこいつ。そうですか。じゃあ3人で楽しんで。おいイブくん、イブくんも来いよ。昔さ、服をつかまないでくれません？お前だけ逃げるなんてずるいだろ。人数が多い方が安心だし、ここにいろ。てかここで話すのやばくない？バッチリすぎ。まあ、めっちゃ可愛い今の。それじゃあ飲み物を買ってからゆっくり聞かせてもらいましょうか。どこで話すの？上等、とっておきの琉球会談をしてあげるさ。いやめっちゃ楽しみ。で最後は暗い暗い海の底に引き込まれてしまったさ。オチしか聞けなかったさ。これ談話室かな。あの向井さん、服伸びるんで引っ張るのをやめてもらえません？ここ面白いなこの二人。無理無理無理、これを話したら俺はキムチナーに襲われる気がする。かわいい。キムチナーってなんすか？キジムナーですよ。全然違うじゃん。ちょっとこれお前の先輩だろ、ニヤニヤしてないで引き取ってよ。確かに、なんでイブ君に？いやだね、離れて見てるから面白いんだ。最悪。本当いい性格してるな。だいたいさっきの話のキジムナーってなんだよ、どこから湧いてきたんだよ。キジムナーってなんなの？新鮮な反応で楽しいね。比嘉のみんなは琉球怪談知ってるからここまでいい反応はしてくれないさ。あ、そうなんだ、結構有名な話なの。アンシェ、次は何にしようかね。日が確かにそんなにホラー体制がないの、なんか海君くらいっぽい雰囲気あるな。まだあんの？まだまだ続くね。はい、チャチネン君のレベル3ラスト見ていきたいと思います。なんか入江さんが参加してるぞ。で永遠に抜け出せなくなったさ、おしまい。ねえ、私が聞けるのいつもオチだけなんだけど。へえ、今のは結構怖かったですね。イブくんが言うならかなり怖いんだろうね。今のもだろ。いや、ものによるよね。マブイって沖縄でいう魂のようなものですよね。詳しいの？失うとそんなことに。詳しくない？沖縄について詳しくない？まあ、いろいろ説はあるしがや。あ、そうなんだ。はい、そうそう、マブイはデージ驚いたり怖がったりしても抜けるっていうから気をつけてね。あ、そうなんだ。マブイ魂って言ってたよね。本当？驚いたり怖がったり、やばいじゃん。同時にこっちみんな不安になるだろうが。マブイを守らないと。こんだけいい反応してくれると嬉しいね。あ、ここないんだ。ん？今廊下の方から声が聞こえたか？おい、怖がらせようとしたって無駄だぞ。違うよや、順にして。どうして？本当に聞こえた。俺にも聞こえた。不気味なすすり泣くような声だ。まさか階段につられて本物が。いや、ごめんな。いや、言わないけど私は誰かわかってる。で、多分見てるみんなも誰かわかってる。遅くまで起きてるのは誰だ。全力かよ。いやー、やばい、マブイが。お、うん、お、
珍しいね。ここ3人がびっくりするの珍しいぞ。みんなびっくりしたみたいだね。いや素晴らしい。さすがです。イリエさん、あなただったんですか。驚かせないでくださいよ。やっぱこういうのはびっくりするんだ。ごめんごめん、面白いことやってるみたいだから僕もサプライズしたくなっちゃって。好きそうですね、そういうの。いろいろ知ってそう。もういい時間だよ。明日も練習があるし、そろそろ寝たらどうだい。さすが先輩。それもそうですね。ヤシがすごいさ。さっきのすすり泣くような声、デージ怖かったやし。演技力さすがですね。てか日吉だ、日吉じゃないわ、向日大丈夫か。すすり泣く。え、どうして、どうしてってやつです。それは僕じゃない。え、入江先輩。あ、よかった生きてた。え、それは僕じゃないよっていう、もしかして。僕は電気をつけた時しか声を出してないよ。は？いや最後のカタ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 って何？いや、なんか今までにない終わり方だったわ。いや、私は面白かったからこういう話好きだし平気だけど、結構いい終わり方だったね。はい、知念くんのレベル3のストーリーでした。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。